た、ごめんなさい。なんか強制終了された。初めてよ。びっくりした。ごめんね。戻ってきました <laughs>。自己紹介をしている途中にびっくりだ。もう良かったんことは青原ゆかです。久しぶりです。皆 <laughs> さん久しぶりです。戻ってきました。今日はえっと50分まで配信します。 よろししくお願いします <laughs> ありがとう。えやかわいい。何これ風船や。ありがとう。何かバンされることしたバンされることしたかな <laughs> 何だろう。人間じゃないからかな。うっそ。人間ですよ。なんかでも今日、なんかめっちゃ浴衣に似てるミニチュア,アダックスフンドの,あのワンちゃんお姉ちゃんが見たらしいです。なんかそれでまじまじと顔見ながら。 やっぱ犬に似てんなーってなんか改めて言われてなんか不思議な気持ちになりました <laughs> 犬に似似ててるんんですかかね鼻がなこれれいっぽんにも言われてて実はれいぽんが飼ってるワンちゃんにもなんか似てるらしくてなんか「めっちゃ鼻がなんか似てんねん」って前熱弁されて鼻が似てるらしいです <laughs>。<あの笑> はい <laughs> そうですね <laughs> はい昨日は純情公演ありがとうございましたということで、えっと、これから始まっていくんですけどあのー、これからもぜひ見に来てくださると嬉しいです次はまた29日あやばい29日にあるのでぜひぜひ見に来てくださいこ <laughs> こんばんんんばばはは めっちゃ皆さん犬の話してる前世犬かもしれないですンあなんかワンじゃないけどにゃん <laughs> これは猫か犬じゃないね犬じゃありませんでしたうわあ未来明るい嬉しいですありがとうございます <laughs> この世界が雪で中に埋もれる前には劇場で見たいです。えー、劇場で聴来てください。劇場であの聴いてくださいぜひ。<laughs> カラコン入れてるのかな。そうですね入れてみました。いつもどっちか。わ気づいてくださって嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> 僕以外の誰かとかすごく揃ってました。あの個人的に。 あのびっくりエピソードがあるんですけどもう、ね、この特殊なわ、ね、か,か,かこうあって人がこうお腹から「うえ!」って起き上がるのこの倒れている状況から立ち上がるみたいなすごいね「ウおー!」みたいな動きがあってそれがもうねリハーサルっていうかステージのリハーサルで立つまでこう全然できなくて。 立ってはいるんですけどなんかこうお腹から上がれなくて困っていたらダンスのあきら先生に教えてもらった瞬間になんか急遽できるようになってそうなんです急になんか得意になりれましたその動きが。うお <laughs> でもあの動きしてたらもううおーって言いそうになります <laughs> そうお腹からなんか引っ張ってる感じで。 <laughs> そうなのそうだからかわかんないんですけどこのリハが始まってからさらにあの真っ白浴衣になりました <laughs> 毎朝最後 <laughs> 起きるのすごすぎへんこれで「おはよう」みたいな「ゆか起きや」ってるって「おはよう」<laughs> <おー>「<laughs> 何が起きたんや」って思われる <laughs>。 そう <laughs>！あと、結構僕以外の誰かってラップ超じゃないですか？あの個人的にはね。2番の時にゆかさんもラップみたいなのをしているんですけど。愛しあない。幸せよりもだったら幸せ。でも愛し続けたい。<laughs> ここめっちゃ好きで、もう <laughs> ずっと歌っちゃいそうです <laughs>。 ここのね、始まるまで結構ずっとワクワクしています <laughs> ここここポイドです愛し続けたいです愛し続けたい <laughs> 好きですねラッパーじゃん、ラッパーだね <laughs> 愛し続けたい <laughs> こんばんはこんばんはお姉ちゃんのセンターいやーめっちゃかっこよかったなんかあの歌の中で あの「背中を見せようか」っていう歌があってね本当にお姉ちゃん背中をこうやって向けてるんですけど背中は見えましたああの物理的にじゃなくて <laughs> あの気持ちの方ではいすごいかっこよかったですねめちゃくちゃそういやさすがと思ったねいつも見てるやろ突っ込まれてる <laughs> 見てますいつもお姉ちゃんの背中はもう あの、毎日のように見てるんですけど、歌ってる時のお姉ちゃんの背中は輝いてましたよ <laughs>。はい、いつものあの寝てるお姉ちゃんの背中じゃなかったです。全然かっこよかったです。あのパフォーマンスをしているお姉ちゃん、めっちゃかっこいいです。あの a メロあ、あの1番初めの歌い出しをお姉ちゃんがしてるんですけど、そこの動きがめっちゃかっこよくて。こんな,なんこ,んこんな感じの <laughs>？ 寝てるんですけど、かっこいいですね。と言わないとこれそんなことないですよ。本音ですよ。<laughs> 普段の背中あんまりいやあんまりじゃないんやけど <laughs>。寝てるんでね。そこで <laughs>。そうだから <laughs>。そう、それです。いつもよりも大きく見えました。<laughs> お姉ちゃんに入っちゃうやろ、面白かった。そうなんです。そう。あれは結構あるあるなんですね。あんまり良かったも何も考えてなかったら。あのほのぴーが怖い。<laughs> 言ってて面白かったです。そう。そうですね。姉は妹に厳しいものですよね。きっと。<laughs> うん。 こんばんは。んんは <laughs> そうなんかこう初日を通してからなんかこう890期生ですごい仲良くなれたなって思ったしすごくそれが嬉しかったです先輩方の8期生さんともすごく仲良く仲良くというかこう今まであんまり話したことが ななかっったた方とも話せるようになったりしてすごく嬉しかったです <laughs> なんか16人ってやっぱり <laughs> まだ止まっちゃった迫力とか感じましたかやっぱりわー,ーってなりました皆さん <laughs> なったかな圧巻でした ほんまに、いやーすごいわ <laughs> わおなった <laughs> そうだからほんまに嬉しかったですね懐かしい確かに懐かしいよねうんなんかこう私自身も2番目のドア声を見ていたので最後に2番目のドアを歌えたのがめっちゃ嬉しかったです16人で 16人公演の歌を歌えるっていうのが結構なんか新鮮というか本当にそのポジションの歌を歌っているっていう感じがしてなんか嬉しかったですね新鮮でした10人公演やとねそのその分増えたりなんか減ったりみたいな感じで調整,調整されるというかその通りの歌割じゃないのでそうなんです <laughs> だから その,その面でも新鮮やなーって思ったしあとね皆さんのコールとかはほんまになんか16人に増えたからなんか16人増えた分のコールが聞こえてるような気がしてすごいわーってなりました <laughs> 迫力がそうですね動線とかね結構いろいろあったんですけど。 でも本番は結構上手くいきました <laughs> そう私はえっと一番シャラバ「さらば純情公演」でわあ好きな曲難しいな全部好きやなでも本当の自分の境界線めっちゃ好きです <laughs> そう あの曲めっちゃ好きー本当の自分の境界線なんか新しい感じですよね曲調がめっちゃなんかそう MV「プリクラ」のやつですよね私あのサム,サムネイルが渚さんで。

若カタとのそうユニットお姉ちゃんと同じだったんですそれも嬉しかったですそして姉妹でねハモリをしているところがあるのでそこにもぜひ注目してください <laughs> 結構なんかお姉ちゃんと一緒におること多いですねそうなんかあの欲望ものであのお互い手を取り合ってこんなイントロのなんかズンズンじゃんみたいなこんな感じの,のがあるんですけどそこも実はお姉ちゃんと手つないだりしてて そこも注目ポイントですこう姉妹で助け合うみたいな <laughs> 勝手に思ってます <laughs> こんばんは話で歌えないのには理由があるのえー、ねなんでなんですかね寒いから <laughs> じゃないか <laughs> なんでやろなんかあるんですかね <laughs> そう姉妹一緒にあるの多かったね嬉しかったうまいうまい <laughs> はいスパルタお姉ちゃんに教育されてます <laughs> ああと10期生と初めて公演に出演しましたなんとなんと嬉しかったですめっちゃ嬉しかったです、うん あのお姉ちゃんとあのあお姉ちゃんじゃないあ琴智と,ちとくるみちゃんと京香ちゃんとねまずは出演したんですけど他のね10期生の子もすごいみんな可愛くて10期はいや,いやでも確かなんかみんなめっちゃ個性的ですね、うん、ほんまにみんな可愛いと思ってあの隣で見てますレッスン場の。<laughs> かわいいなとおん、はい。<laughs> そう。ミカモさん <laughs>、はい、ゆかたはもうミカモさんって呼んでます <laughs>。うんまに。京化ちゃん最強か最強やねほんま最強かです。<laughs> すごい。 集合写真珍しくねほんとに珍しくね10期生はえっそうなん10期生は○○セクシー担当いっぱいおんのえっ <laughs> それ初めて聞いたえー、ちょっと興味がありますねまた聞いとこ <laughs> そうなんやこたちとそうこたチとちょっと似た共通点が多いのであのちょっと一緒にね 自己紹介 <laughs> あの公演終わってからあコトッチのキャッチフレーズが好きやから一緒に撮ってもらいました <laughs> ストレッチー <laughs> そう <laughs> なんかあのでも結構ユニットとかもいろいろねほんまに「マストビー e の超かっこいいのからもうねそのソロのねショートカットと「悪き」のも超かわいい感じと「好きになってごめんなさいの」のちょっと切ない感じとあとはね「この世界が雪に漏れる眉の」のなんかこう「雪」な感じと <laughs> そうなんか すごい。どのユニットもしたいなって思いました。全部。<laughs> ほんまにあありがとう。時間じゃあちょっとそろそろ読んでいきたいと思います。どれも制覇したい。<laughs> この公演も制覇したいな。13位ハー、はあ、さんありがとうございますありがとう。12。日本地蔵ああ、毎日泣いてるのありがとうございます。 十一位こう,うさん、ありがとうございます。ありがとう。十位まさしさん、あ、待って。今日もニックネームを決めてもらわないと。ああ、危ない危ない。それでは一位の方、今日のあの呼び名を決めてください。<laughs> ちょっとしばらく将来もしてないもんやから。一 <laughs> 位の。まーたんさん。なんかに、なんか呼ばれたい語尾みたいなのありますか? <laughs>。 なんか何でもいいよ「ちゃん」でも「くん」でも「さん」でも「わん」でも「にゃん」でもいいよ <laughs> なんかあるかな難しかったら全然決めますのであの全然教えてください <laughs> どうかな皆さんワン付け「わん」づけいいねわんづけでいきまーす <laughs> みんなわんちゃんになっちゃえ <laughs> いきます 十三位けどあいらくわんありがとうございますありがとう。十二位はーさんわありがとうございますありがとう。十一位よしくワンありがとうございますありがとう。十位まさしワンありがとうございますありがとう。九位ふじワンありがとうございますありがとう。八位炭酸せんべいわんありがとうございますありがとう。 7位通用ワンありがとうございますありがとう6位小山ワンありがとうございますありがとう5位野原しんのすけのすワンありがとうございますありがとう4位ゆうちゃんワンありがとうございますありがとう三位日本字毎日泣いてるワン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 ,ワン,ワン,ワンありがとうございますありがとう に位、ときちゃん、あと浴衣欲しワン <laughs> あ、最後に出てきちゃったありがとうございましたありがとうそして一位はジュルル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 ルーンワンありがとうございましたありがとうワン <laughs> ワンワン <laughs> みんなワンちゃん大量ですね今日もありがとうだワン <laughs> 2月の私から始めていきますえ待ってるありがとう大阪だね皆様ありがとう <laughs> 拍手拍手今日はワンちゃんがたくさんいるワンちゃんでした <laughs> ということでありがとうございましたまたあのたくさん会いましょうまたねワン犬だけにワン付けはい浴衣ワンも楽しかったワンまたねバイバイまた会いましょうおやすみなさい